ちは。前回の PV 考察動画で第3期1話の舞台が小事故ではないかと考察しました。ゆるキャンは主に山梨を舞台にした作品なので、たびたび富士五湖そしてキャンプ場が登場します。そこで今回は何かと登場する富士五湖を振り返ってみます。記念すべき第1話、富士山とカレー麺に登場。ここからゆるキャンの世界は始まったと言っても過言ではありません。登場するキャンプ場は公安キャンプ場。ゆるキャン聖地巡礼では、なでしこが寝ていたトイレのベンチはつい真似をしてみたくなる定番スポットでもあります。また噂でしか知らないのですが、受付がゆるキャングッズに溢れているそうで、もはやゆるキャングッズ販売の元しこ店のようになっていると買えないとか。そういえばセルバミノブ店もすごかったな。原作にはないアニメ2期第1話のオリジナルエピソードの舞台にもなりました。中学生時代のシマリン、初めてのキャンプエピソードでは今やノクルから頼られる存在のシマリン像とはかけ離れたキャンプ初心者シマリンが描かれました。映画ゆるキャンでは新キャンプ場のコンセプトを探るため、かつてよく利用していた公安キャンプ場を再訪。10年経ってもシマリンのことを覚えていた菅雅人さんににやりとしました。ここで管理人さんから新キャンプ場のコンセプトのヒントをもらいます。ここはできるだけ自然に手を入れないようにしているんです。言っちゃえばそのまんま、その方がここの良さが出るんじゃいかと思って。最後にアニメ一期最終話オリジナルエピソード、春、なでしこは自転車で元すこにソロキャンに向かいます。 LINE で連絡を取り合うなでしことリン、二人はそれぞれソロキャンをしていたことを知り、今日は見えるね。あ、もしかしてリンちゃん、晴れてよかったね。このオリジナルエピソードは本編とつながるのか、それとも映画と同じありえたかもしれない世界線の一つとして考えるべきか。いずれにしろ元すこは合計4回も舞台になっているキングオブゆるキャンです。富士五湖最大の面積を誇る、波が穏やかで湖面が揺らぐことが少ないため撮影スポットとしても賑わう。周辺にはテニスコートや文学館、ミュージアムなどが多く、別荘地としても人気。シーズン2、第5話、カリブー君と山中湖。シーズン2、第6話、大間々岬の冬に登場。登場する大間々岬キャンプ場のモデルは、外外ベース、カムプグラウンドス、山中湖岬。アニメ放送当時は、岬キャンプ場でしたが、現在は運営会社が変わり、おしゃれ、豪華設備のキャンプ場に生まれ変わったようです。当時の野暮ったい昭和な感じも好きだったけど、あのおっちゃん元気かな？山中湖遭難未遂キャンプ編は、いつもとテイストが違いましたね。いわゆる、いつもの、ゆるゆるふわふわでな、シリアス展開。鳥羽先生の厳しい表情が、冬、キャンプの危険性を物語っています。映画ゆるキャンの冒頭シーンに登場、なでしこたち5人と鳥羽先生は花火大会の日に、ご飯のサイトでキャンプを楽しんでいた。花火大会も終わった後、5人は大人になってどんなキャンプがしたいか語り合うのだった。登場するキャンプ場のモデルは、夢見る川口湖コテージ戸沢センター。テントサイトはすべて湖畔沿いにあり、川口湖越しの富士山を眺めることができる。そして実はテレビアニメでも川口湖が登場している。それはショートアニメ、ヘアキャン。第3話、激走、川口湖ラリーで登場、ヘアキャンらしく、なかなかぶっ飛んだエピソードで、なでしこは自転車を漕ぎながら、スーパーキャンプ自転車を思い浮かべ、千秋と青い葉そんな彼女の後を追う。大石公園に着いた3人は、旅行中の夫婦に写真の撮影を頼まれ、このエピソード、映画で大人になっても、って考えると、とてもほっこりする話ですね。それにしてもヘアキャンって、全く話題に上がらないよね。ザ・サンショワーは一時期スマホの、
休憩時間お知らせ曲に設定していたぐらい好きでした。富士五湖で一番小さな湖、明治時代に英国人ホイットウォーズが富士山を最も美しく眺められる場所と紹介したことから多くの外国人が訪れるシーズン3第1話にリンちゃんソロキャンプ会として登場予定。登場するキャンプ場のモデルは精進レイクホテル湖畔キャンプサイト予定。間違っていたらすみません。おそらくお話としてはソロキャン久しぶりだな。みんなとのキャンプ、伊豆キャンも楽しかったけどソロ、一人もやっぱり良いな。的なことを喋って、カップヌードル食べる流れじゃないかな。リンちゃんは料理にしこる方向に行く必要はないんじゃないかなと思っています。青木ヶ原樹海、コウモリ穴や富岳風穴などの洞窟に囲まれた自然豊かな湖。北西にある根場浜から樹海と西湖越しに富士山を望むことができるゆるキャン未登場の西湖ですが、私の予想ではここでキャンプやるんじゃないかと思います。だって5個のうち4つやっといて西湖だけやらないなんてかわいそうじゃん。地元のキャンプ場関係者からも声が上がりそうわら。ということで、もしやるとしたらキャンプ場候補は2つ。1つ目の候補地は西湖自由キャンプ場。区画分けや設備なども整っていて、グループキャンプの話にぴったりなキャンプ場。二つ目の候補地は、福住オートキャンプ場。設備は整っていませんが予約なしで行けて、何より料金が安い。笑い。あと、鹿もいるみたい。笑い。飼っているわけではないよ。ということで、ソロキャンの場所としてはうってつけですよ。両キャンプ場のすぐ旗には、富士西湖温泉。泉の湯があるので、温泉要素もバッチリです。さらに観光要素として、西湖癒しの里、念場、世界遺産富士山を望む西湖のほとりに、かやふき屋根の家々が立ち並び、日本の原風景とも言える、四季折々の美しい景色が広がっています。また観光客は、かやぶき屋根の古民家を巡ったり、侍の甲冑を着たり、着物の着付けを体験したり、ものづくり体験として、匂い袋や練り香作りが楽しめます。アフロ先生なら山梨のこんな魅力的な場所をほっとくわけはないでしょう。今回富士五湖とゆるキャンを考察したわけですけど、富士五湖という名称自体、富士急行、旧富士山麓電気鉄道の創設者である堀内良平氏によって名付けられました。ですので実は割と最近になって作られた名称なんですね。優しい川本と覚えてください。や、山中湖、さ、西湖、し、庄司湖、い、川、川口湖、本、本栖湖。以上で、今回のゆるキャン、考察は終了となります。ご視聴ありがとうございました。ご意見、ご感想を、お願いします。スーパーサンクス、投げ銭を、お願いします。チャンネル登録、いいね、ボタン、お願いします。次回作に、ご期待ください。